君たち驚かせたよね。当然だろ、目の前で事故が起きてびっくりしないやつなんかいないぞ。そっか、僕もだ。コーエルがなんでこんなことに。さっきはみんなの前だったが、今は僕たちだけだ。正直に言ってくれていい。君は僕が犯人だと思うかい？ありがとう、信じてくれて本当に感謝するよ。周りから見れば僕は第一容疑者なんだろうけど、僕からすればこの一件は謎だらけだ。解せないことばかり残ってる。舞台上の不測の事態が単なる事故だったのかどうかもわからないし、コーエルがどうしてあそこにいたのかもわからない。それと選ばれた少女がなぜ突然行方不明になったのかも。誰かが細工をしたとしたら一体どんな手段を使ったんだろう。このトリックをよく理解している人でも1分以内にそんな細工をするのはどうしたって不可能なはず。ふん、それこそ調査の価値があるぜ。本にも書いてあったぞ、不可能なことは起こりえない、起こったなら必ず可能性はあるってな。街で本を読んでた時かっこいいなと思ってついでに買ったんだ。ああ、モラはオイラがコツコツ節約してた分で旅費をこっそり使ったりはしてないぜ。かわいい。よくわかってるじゃないか。君の言うことも一理あるな。こうして落ち込んでないで早くいつもの調子に戻らないとね。とは言っても今は僕とリネットの一挙一動に警察隊が目を光らせていて、自分たちで容疑を晴らそうとするのは至難の業だ。君が僕の代理人になってくれて本当によかったよ。重ね重ねありがとう。今頼れるのは君たちだけだ。よろしく。おう、安心しろ。あ、そうだ、調査の前に一つ聞いていいか。リネがマジックをやってた間リネットはどこに行ってたんだ。あれか、トリックの核心となる秘密に触れてしまうんだけど。秘密はもう守れないと思うよリネ。そうだな、これほどの大事件になってしまえばマジックの種もきっと証拠として審判に関わってくる。残念だ、マジシャンにとってマジックショーは一種の創作物だとも言える。僕たちは本当に多くの心血を注いできたんだ。でもこの秘密が事件の真相を見つけるのに役立つのなら、それもまた相応の価値を発揮できたって言えるはずだ。トリックを解説するならここを出ないと。僕たちは警察隊に話してくるから、君たちは舞台と客席の方を先に調べててくれるかい？うん、それじゃあ行こう。ここにいる観客がみんな行ってしまう前にな。名探偵がついに動き出すぜ。おまわりさん、こんにちは。調査に何か進展はあったか？なるほど、あんたがフリーナ様の言ってた異教の旅人だな。先に言っておくが、このトラブルに首を突っ込まない方がいいぜ。え、どういう意味だ？ついてくればわかる。死者はコーエル、ミネのアシスタントの一人で入団して間もなかったがコツコツ頑張ってるってんで、みんな彼に対しては好印象を持っていた。アシスタントの仕事は主に道具の設置や点検、それから舞台上でショーに協力したり雰囲気を作ったりもする。水槽が突然墜落して箱の中にいるコーエルに当たってしまったとこは客席にいたあんたらも見てたはずだ。そこが消せないところなんだ。調査は行われているものの、残念ながらあの少女の行方は未だに特定できていない。だがこれを見ろ、マジックボックスはちょうど水槽の真下にあり、ロープは花火に燃やされて切れちまってる。事故として見るにはあまりにもできすぎている。
だがこれが入念に計画された事件ならこの配置にも納得がいく。そしてリネこそがこの全てを実現できる可能性の一番高い人物だ。でもあいつに動機なんかないぞ。あんたらはリネの親友か？そこまでじゃないし、短い付き合いだけど。短い付き合いだけでそこまでの信頼を得られ、さらに代理人まで喜んでやらせるとはな。この世に魔術なんてものが存在しないことは知っている。そして魔術師が一番得意なのは人々を意のままに操ることだ。俺はおびただしい数の事件を見てきた。人というのは全ての証拠の中で一番信頼に値しないものさ。すまない、俺はストレートに話しちまうタイプなんだ。善意で忠告していることだけ分かってくれりゃいい。もし気になるなら事件現場を調べてみてもいいだろう。何か予想外の収穫を得られるかもしれんしな。見た目は丈夫そうなのに花火で引火するなんて。どうした？急に思い詰めたような顔して。あ、ここの材質だけちょっと違ってないか？ほとんど燃え尽きてるけどまだちょっとだけ残ってるぞ。耐荷重ロープのはずなのにこんなものがあるなんて。ってことは、はいはい、オイラがメモするぞ。調査チームの方から新しい情報が入った。あの抽選機、やっぱり問題があった。ほら、だから言ったでしょ。もし選ばれたのが男だったら、果たして犯人は予定通り動いてたかって話ですよ。邪魔して悪いけど、オイラたちリネとリネットを手伝って事件の調査をしてるんだ。今の話どういうことなんだ？彼らを手伝う？それは難しいだろう。公演の時、リネはランダムで幸運な観客を選び、その後その少女が行方不明になったってことになるでしょ。その時からすでに私たちはあの抽選機に問題があるんじゃないかと疑ってて、そのまま調べてみたんです。ああ、そして結果、あれはランダムなんかではなく、どう押しても決まったものしか出ないと分かった。知っていると思うが、過激にしても審判にしても事前に登録しなくちゃ席が取れないんだ。言い換えれば、誰がどこに座るかということをリネは最初から把握していたはずだ。確かにオイラたちの席もリ
ネが手配してくれたんだよな。私がなぜ難しいと言ったか、わけが分かっただろう。リネに不利なことだけど、一応メモしとこう。誰なんだ？きっと計画的なこのロープ。マジックショーを見るには事前に登録しないと座席を取れない。この抽選機を使えばおじさんじゃなくて少女を狙って選ぶことができる。このロープ見るからに細工されてるぞ。犯人は誰なんだ？きっと計画的な犯行なんだろうな。どうしてあいつが？おかしいぞ。ああ、魔術団のメンバーはみんな重要な容疑者とされているから、ここも封鎖されて警察隊が取り調べを行っている最中なんだ。ここの席は予約制だからね。予約リストから失踪した少女の身元を突き止められた。機密情報じゃないから別に構わないよ。これから住民たちにも捜索に協力してもらえるよう情報公開する予定だしね。彼女の名はホールジー。フォンテーヌ人でそこそこ有名な画家だ。調べによると彼女は創作のプレッシャーが溜まっていて、それでここにマジックショーを見に来たらしい。それとここの常連じゃない。魔術団の人間はみんな彼女を知らないと言っている。彼女の人間関係についても調査済みで、容疑者との間に恨みや利害なんかのもつれはない。まあ要するに完全に無関係ってことさ。今までの連続少女失踪事件と全く同じだよ。これまでの事件もターゲットはランダムに選ばれてたのか？少なくとも俺たちから見ればそうだね。年齢の近い若い女性っていう身元の情報を除けば何の関連もなかった。うん、なるほどな。気にしないでくれ。もしこの後あの女性を見つけることがあれば、必ず俺たちに連絡を入れてくれよ。連続少女失踪事件の解決はかなりの重要事項だからな。あなたたち、この近くを調べてるだろう。私もちょうど興味があってね。もし何か目新しい情報があれば、お互い情報交換できる。そう思わないかい？こっちは今のところ、まだ目処が立ってないんだけど。
だったらまずは私の推論を聞いてみないか。私が思うに、すべての起因はあの鈍い音だと思う。鈍い音？あ、カウントダウンの時に聞こえてきた物音のことだよな。そう、大きな音じゃなかったけど多くの人に聞こえてたはずだ。ただみんなリネのマジックを心待ちにしていたから気にも留めなかっただろう。しかし事件となると、あれも重要な手がかりになるというわけだ。一理あるな。で、お前はどう考えてるんだ？そうだな、リネの共犯者によるものかもしれないと考えているよ。例えばリネットが水槽の上にジャンプした音とかね。そして花火が爆発した瞬間を利用してナイフでロープを切り水槽を落としたんだ。ジャンプした音にしちゃ大きすぎなかったか？さあな、バランスを崩して激しく転んでしまったんじゃないか。確かにな、他の可能性も考えてみるよ。でもおかげでオイラたちも思い出したぜ。あの物音は一体何だったんだろうな。リネはまだ警察隊員と交渉してる。ちょっと手間がかかるみたい。きっと誰かがつくことになるけど、大丈夫でしょう。おかしいぞ。犯人は誰なんだ？きっと計画的な犯行なんだろうな。そこの？そう、あんた。正しくはあんたたちか。ちょっと来て。ずっとあんたたちのことを観察してたの。え、オイラたちか？そうよ。あんたたちも茨の道を越えて真実を追求したいんでしょ？しかもその格好、フォンテーヌの人間じゃないね。それはそうだけど、お前らは誰だ？スピナディロースらの名は知ってるでしょ？紛争の仲裁、保護の提供、難題の解決、どんなこともそつなくこなす何でもござるの民間組織スピナディロースラ。そして私こそ名高きスピナディロースラの現会長ナビア。でもまあ、うちのルールじゃあ私のことはボスって呼んでもらってるけど。自重のシルバだ、よろしく頼む。私はマルシラック、お会いできて光栄です。普段はお嬢様の身の回りを責任を持ってお世話いたしております。あれ、ボスだったりお嬢様だったり、どういうことだ？実は私2代目の会長なんだよね。
マルシラックたちはまだ昔の呼び方が抜けないみたいだけど。申し訳ありません。もしお嬢様がボスという呼び方を好まれるようでしたら、今後はそう呼ばせていただきます。いいのいいの、あんたたちも私のことはボスじゃなくてナビアって呼んでいいよ。おお、わかったじ。って違う、オイラたちはもともとスピナディロースラの人間じゃないだろ。細かいところは気にしないで。それよりこの事件について話しましょう。まあね、パパの昔のことでずっと連続少女失踪事件には注目してるの。現状から見ればリネは黒幕なんかじゃないと思う。え、本当か？オイラたちも同じ考えで、今は必死に手がかりを探してるところだぞ。ちなみにお前はどうしてそう思ったんだ？もちろん私の鋭くてよく当たる勘よ。フリーナ様ってば、いきなりリネに矛先を向けたけど、決定的な証拠なんて全くなかったじゃない。彼女はいつもあんな感じ。大審判官が彼女の話を遮って告発するかどうかを聞いたでしょ。あれ以上調子に乗って不謹慎な発言をしないようにってことなの。告発したら審判のプロセスが始まることになる。その雰囲気の中じゃフリーナ様は絶対に引かないでしょ。お前が水人を信用してないだけのように聞こえるけどな。じゃああんたはどう思う？確かにあの水人は面白い。でも彼女が好きだからって盲目的に支持するわけにもいかないでしょ。さてと、あんたたちの質問には答えた。次は私の質問に答えてもらうよ。なんでだよ、今のもカウントされるのかよ。知ったこっちゃないね。まあご心配なく、きっとあんたたちにとっても価値ある質問だから。あんたたちは審判を過激として楽しむ行為は正しいと思う？理由は？言ったでしょ、マルシラック、シルバー、この二人はただ者じゃないってさ。お嬢様のご判断は実に的確でしたね。こちらの旅人の回答は非常に優れていると思いますよ。人々がどんなに素晴らしい脚本を期待していても、ここで上演される審判の講演は事実に基づいていなければなりません。もしそれが両立できていたなら、ボスも。はいはい、話はそこまで。とにかくあんたの答えは気に入った。あんたたち合格よ。私は少し準備するから、後で一緒に調査しましょう。そうね、あんたたちは私の助手ってことで。おい、なんでいきなりそんなことになるんだよ。ん？それじゃあ私があんたたちの助手をやろうか？相棒でも何でもいいよ、私は気にしないから。ふん、そうこなくっちゃな。自慢話のように聞こえるかもしれませんが、お嬢様の直感はもしかすると真相へと導く大きな力になるかもしれませんよ。あなた方はご友人が濡れ衣を着せられることを望んでおらず、私たちも失踪事件の真相を突き止めたいと思っている。この点において私たちの目標は一致しているはずです。確かに一理あるぜ。おじちゃん口上手だな。そっちの兄ちゃんはどう思う？ずっと黙ってるけど、何か心配事でもあるのか？異論はない。あ、そうかよ。それじゃあ少し準備するから、後でマジックの種を解説するときには私たちを呼んでね。じゃ、サンキュー。ポア村長にもこのようなマジックショーがあればさぞかし歓迎されることでしょう。確かにね。そうだ、私が学んでみるのはどう？
物を消すことができれば部屋の掃除にも苦労しなくて済むし。お嬢様はそのようなことを気にかける必要はありません。すべて私の役目ですから。それもそっか。すみませんが、現在歌劇場は自由に出入りできなくなっています。退場の際はまず身分登録をお済ませください。あ、いや、オイラたちはリネとリネットの代理人で事件の調査をしてるんだ。お前はずっとここで見張ってたのか？ええ、最高審判官様からの命令が下されてからここに出入りする全ての人が厳しい検査を受けることになりました。少なくともそれ以降は行方不明の少女がここから出ることはまず不可能だったでしょう。それもできなかったはずです。なんでそう言い切れるんだ？あの時私は入り口付近の警備をしていましたので。ここからではリネのマジックをなかなか見れなくて実に残念です。運が悪いので仕方ありません。でも私は勝手に持ち場を離れたりせず、歓声がどれほど大きくてもずっとここに突っ立っていました。誰かがここを出るどころか扉に近づいただけで私はそれを感じられます。メリュージーヌはこういうことに長けていますから。つまり少女はここから離れてないってことか。よし、わかった。ありがとな。すっごく価値のある手がかりだったぜ。これで公演現場の見とかなきゃいけないものは全部確認できたよな。リネたちと警察隊との交渉はどうなってるだろう。様子を見に行こうぜ。もうすぐマジックの種明かしだ。ひひっ、すっごく楽しみだな。ここだよ。わかりました。私が同行しましょう。監視役のほか、もろもろの記録もさせてもらいます。うん、ありがとう。話を聞いてくれて。できたらバラの一輪でも出して、君にあげたいくらいだよ。建前は結構。こちらも責務ですので。あなたたち、来たのね。ん？隣にいるのは？スピナディロースらのエンジェル。ピストルの弾丸よりも強力な助っ人。ごめんごめん、私はナビアでこの人たちの相棒よ。この件が気になってちょっと首を突っ込ませてもらおうと思ってね。彼らは私の仲間だけど参加させてもいいよね？私は構わないけど。へえ、新たな助っ人まで来てくれるなんて本当に大感激だ。興味本位って言った方がいいかもよ。何しろこれほど大規模なマジックの種を直に見られるなんてめったにあることじゃないし。僕を認めてくれてありがとう。じゃあ行こうか、下へ。下？このマジックボックスの下には交換マジックのために用意した秘密の世界が隠されている。ただ僕から種明かしをする前にまず自分で確認してみてよ。怪しいことに気づけるかな。別にもったいぶってるわけじゃないよ。マジックの詳細を思い出してくれればトリックは簡単に理解できるはずさ。あれ？ここって風船と飾りがあったはずよね。なんで消えたんだろう。その調子。まあ真相まではまだ遠いけど、
どこが違うんだ？おいら全然思い出せないぞ。すごいね。最前列に座ってたからよく見えなかったんじゃないかと思ったけど、ショーの時ここの内側には模様が入ってたけど、今はその模様が消えて滑らかな板になってる。この2つのことから考えて何か思いつくことはある？大正解だ。さあ行こう。降りてから詳しく説明するよ。マジックボックスの下に地下道があったのか。この空間を見れば答えはもう半分以上分かったと思うけど、2つのマジックボックスはちょうど地下道の両端の入り口の上にあったのさ。このトロッコに気づいたかい？幸運な観客の入った箱はこのトロッコに乗せられて向こうに送られる。トロッコには昇降機能もあるし、プレートを回転させて箱の向きを正すために調整することもできる。わかった。それが二重箱の役割でしょ。その通り。内側の箱は観客が入ってから下に降り、トロッコに乗せて移動する。外側の箱は舞台の上に残っていて何の変わりもない。なるほど、そういうことだったのか。箱を下ろしたらトロッコはここの装置からエネルギーを補給するんだ。残りのステップを完成させるためにね。観客にとっては暗闇の中をゆっくりと移動しているようにしか感じられず、外に出た時にはすでに舞台の上に立っているというわけさ。そうだぞ、お前はずっと喋ってたし、最後は一回外に出たよな。それはもちろん蓄音装置を使ったのさ。リネットが操作してくれるんだ。僕とアシスタントは先に会話の内容を決めて、カウントダウンが始まる頃には僕はもう地下道に飛び降りて向こうの箱に移動し始めてたんだよ。あのはしごを使ってね。リネットはあの時どこにいた？私は箱の後ろの仕切りにいた。あ、なるほど。それでアシスタントのセリフに合わせられた。ちなみに最後に箱から出てきたのも私。双子だからね、服を変えれば気づかれないよ。僕の一番誇れるところさ。これは僕とリネットにしかできないマジックなんだ。はい、そっかそっか、なるほどな。だ、驚いてばっかりだな、オイラ。リネットは一旦箱から出てきてまた中に戻る。で、トロッコに乗った箱が上がってくる前に地下道へと飛び降りて無事に脱出する。そして僕が観客席側の箱から出てきてマジックが完成するはずだったんだけど、結局箱の中にいたのはあの観客じゃなくてコーエルで、さらに不可解なことに観客も消えてしまった。全く理解不能。こんなことが起きなければ見事なマジックだったでしょうね。私にはこんなトリック一生かけても思いつかないよ。ましてやこのマジックを利用して罪を犯す人がいるなんてね。少し見て回ってもいいかな。もっと手がかりが見つかると思うんだけど。ここは重要な事件現場ですので、リネとリネットがここに留まることはできません。二人は連れて行きますね。ああ、分かったよ。別にそんなにじっと見てなくたって突然姿を消したりしないんだけどな。みんなありがとう。あとはお願いね。
これは何？ロープにフックがついてるぞ。おい、ここって変なものがいっぱいあるよな。他のマジックに使う道具なのかもね。けどどうしてここに落ちたのかしら。そうな、とりあえずメモしとくぜ。お足元が水で濡れておりますので、通るときには滑らないようお気をつけください。確かに、どうしてこんなところに水なんてあるのかしら。おお、おいら知ってるぞ。あれだろ、あれ、瓶に水を入れてひっくり返すと水が消えてしまうってやつだ。この瓶が割れてるのはひょっとしてトロッコが通ったときにぶつかったのか。でも変じゃない？トロッコはずっとレール上を走ってたはずだから、この距離じゃぶつからないはずだけど。とりあえずメモしとこう。後でまとめて考えようぜ。これ選ばれた子が着てた服でしょ。服だけ残されて人が消えちゃったなんて。そうだよな。大地、誘拐するのに脱がせてから連れ出す必要なんてあるか。もう探偵なんかやめたい。全くわからないぞ。人が通れる。ふん、まさか犯人はここから逃げ出したってこと？一人なら問題ないかもしれませんが、誰かを連れていくとなると狭すぎるでしょう。でも他の出入り口なんてないだろう。確かにな。とりあえずメモだ。下の調査もほぼ終わったな。そうね、まず上に戻りましょう。これで現場の状況はほぼ確認済みね。マルシラックが戻ったら場所を見つけて手がかりを整理しましょう。辻褄の合わないところがたくさんあったから。お待たせしました、お嬢様。警察隊の人はなんて？犯人は通気口から逃げたの？その可能性はかなり低いと考えているようです。通気口は歌劇場の地下室とつながっているそうですから。警察隊員が入念に確認したところ、公演中も事故の後も地下室から出て行った人はおらず、そこに隠れている人もいなかったそうです。ってことは地下
はいわゆる密室だったってことか。お前らも知ってるだろうけど、小説じゃよくあるパターンだぞ。でもそれじゃあなおさらおかしいね。ホールジーの失踪もコーウェルの死もどっちもわけがわからない。道理でフリーナ様はあんなに自信に満ち溢れてたわけね。今のところ手がかりはみんなリネとリネットを指してるみたい。はい、言い換えればこのまま足踏みし続けていると告発が成立してしまう可能性が非常に高い。告発？審判？もし告発が成立したら判決が出るのか？それが過激上審判の流れよ。裁判期間中、最高審判官と有識は双方の発言に耳を傾ける。うん、立証混合エネルギーはその過程で生まれるんだもん。双方の発言、代理人の弁護、証人の証言、それと監修たちの感情も含めて全てが有識に表現される。有識は分かりやすく言うと自意識を持った一人の審判官みたいなものってことよ。このおかげで最高審判官様が私利私欲で不正を働く可能性も回避できます。無論実際にそういったことは一度も起こっておりませんが。双方の発言が終われば最高審判官が最終的な判決を下す。その意見も有識は参考にするの。そして最後、役人が有識に尋ね、そこで導き出された結果こそが正義の意思よ。最終的に決めるのはあのデカボツだったのか。おいらてっきりヌビレットだと思ってたぞ。実際大きな違いはありません。双方の判決はいつも完全に一致しておりますから。フォンテーヌの人々は最高審判官様のことをとても信頼しています。それから警察隊からもう一つ、私たちは全員審判が始まるまでここを離れられないとのことです。え、なんでだよ。私たちはリネ様とリネット様の代理人として行動することを決めましたから、当然事件の関係者にもなったわけです。私たちが外の者と通じて示し合わせたり、局面を打開する助っ人を呼びに行ったりするのが心配なんでしょ。仮にそうでなかったとしても、私たちが事件の重要な手がかりを先に流してしまうのは奴らにとって面倒なことだしね。ドアを破壊して出るならもう準備はできている。おいおい、そこまで深刻な状況じゃないだろう。警察隊の考えにも一理あると思うけど、本当にそうなんだったら、ご飯はちゃんと出るよな。もちろんです。ただし選択肢は限られていて、一人一人の好みには合わせてくれませんし、栄養バランスも保証できません。だったらこのままここで手がかりを整理しましょう。本当はフォンテーヌ邸で一番有名なスイーツショップに招待しようと思ってたんだけど、糖分とお茶があってこそ落ち着いて優雅に推理できるからね。そうでしょ。おいら今ドアを破壊して出るのもいいかもって思った。うん、冗談だよ冗談。スイーツがなくてもちゃんとやるって、サボったりしないぞ。ん？何言ってるの。スイーツならあるから大丈夫。お店に食べに行けないなら自分で作っちゃえばいいでしょ。え、ここでどうやるんだ。かしこまりました、お嬢様。それでは皆さん、私についてきてください。なんで調理器具を持ち歩いてるんだよ。いつでもお嬢様にお菓子作りの趣味を楽しんでいただけるよう、常に準備は万全に整えております。卵、砂糖、アーモンド、全部あります。さすがあんたたちだね。それじゃあ今作るからちょっと待ってて。私自慢のデザート作りの腕、ぜひ味わってちょうだい。この3人、
おかしいぞ。いい匂いだぞ。焼いてる時からいい香りがしてて、オイラ一生懸命我慢してたんだ。でも二人にたくさん荷物を持たせたみたいに、お菓子を焼く時もこいつらをこき使うのかと思ったけど、まさか卵白を泡立てたりアーモンドパウダー作りをしたりするとこまで全部お前一人で完成させるなんてな。私は拍手していた。私も微笑みでお嬢様を励ましておりましたよ。綺麗な服を着てるお嬢様なのに卵白を泡立てたりして、汚れるのが嫌じゃないのか。お嬢様が本を読んだりお茶をたしなんだり馬に乗ったり琴を弾いたりすることしかできないなんて誰が決めたの？私はただデザートを作るのが好きなだけ。卵白の泡立てを舐めないでよ。結構腕力が鍛えられるんだから。それに焼きたてのマカロンが割れちゃわないように泡立てるときは程よく力を抜くのも大事なの。ほらほら食べてみて、焼きたてほかほかのマカロンよ。一人三個あるからね。え、三個だけかよ。甘いものを食べ過ぎても良くないからね。頭がクラクラして事件のことに集中できなくなるでしょ。紅茶のご用意もできました。お嬢様の一番お好きなお茶ですよ。濃密な花の香りが気分を良くし、すがすがしい心持ちにさせてくれます。お構いなく、やるべきことをやったまでです。さてと、本題に入りましょう。さっき話に出た通り、地下道は密室のような環境だった。だけどこのほぼ閉ざされた環境の中にリネとリネット以外の容疑者はまだ存在しない。ただ犯行の可能性はあっても二人には全く動機がない。そうだぞ。よりによって一番目立つタイミングを選ぶなんてどう考えてもおかしいぜ。地下道の花瓶、そして公演中に聞こえたあの鈍い物音、もしホールジーが地下道で犯人と揉めてたんだとしたら、その結果花瓶は割れ、服は投げ捨てられ、彼女はさらわれてしまった。もしかして少女が人前で選ばれたから犯人は服を脱がせないとすぐ見つかってしまうって思ったのかしら。筋は通ってるけど、一番肝心なのはやっぱりだね。私たちが見つけた手がかりはどれも第三者がいるって仮説の裏付けにはならなさそう。でもそれじゃ残されたのは行方不明のホールジーと死者のコーウェル。どっちも今のところ被害者なんだけど。まさかホールジーはコーウェルを殺そうとしてて、こっそり道具に細工して一人で逃げたんじゃないか。そうよ。仮に道具に細工できたとしてもマジックの全貌を知ってないと何をすべきかわからなかったはず。それに彼女には動機がない。警察隊の人も言ってたでしょ、ホールジーは魔術団の人とつながりがないって。おいらたち何か見落としちゃったのかな。今の流れだと本当にありえない事件になっちゃったぞ。それにしてもナビアの焼いたマカロン本当にうまいよな。香ばしくてサクサクですっごく甘いぞ。当たり前でしょ、これは私のお箱だもん。でもあんたったらもう5個も食べてるよ。え、5個？いよいよ3個だぞ。おいらちゃんと数えてたんだからな。お気になさらず、食べてしまったものは仕方ありません。私もいい年ですから甘いものは控えた方がいいでしょう。いやいや、食いしん坊かどうかとどれくらい食べたかは全く別の話だぞ。多く食べちゃったら他の人の分が減るってことくらいオイラにもわかる。
誓ってやる。もしオイラがマカロンを2個多く食べてたら、今すぐオイラのお腹の中で石になるぞ。いいって分かったから。会話に夢中になるあまり、誰かがうっかり食べ過ぎたのかもね。大したことじゃない。マルシラック、鍋をセットして、オーブンの用意をして。え、何をする気だ。みんなマカロン3個は絶対食べなきゃダメ。そうだぞ、面倒だし。かしこまりました、お嬢様。今すぐ用意いたします。卵、砂糖、アーモンド、全部あります。本当にお前の趣味なんだな。よし、スイーツタイム終了。私はもう一回周りを回ってみるよ。今のところ解決の糸口は見当たらないけど、時間はまだ残ってる。代理人なんだし、あんたたちもとりあえず事件を推理してみるといいと思うわ。舞台に上がった時に何も言えなかったら気まずいでしょ。うん、わかった。手伝ってくれてありがとうな。それに美味しいものまでごちそうしてくれて。いいのいいの、スピナディロースラにとってはこんなのなんてことないよ。マルシラック、シルバ、行くよ。新しい発見があったらまた戻ってくるから。今のうちに考えをまとめようぜ。後で法廷じゃビクビクするような議論が続くはずだぞ。きっと時間もかかるし、すっごく大変そうだけど、まあ深く考えても仕方ない。とにかくきちんと準備しとこうぜ。オイラのノートも貸してやるぜ。事件全体を振り返るのにきっと役立つぞ。どうしてあいつが？おかしいぞ。犯人は誰なんだ？これはマジックの道具だな。花瓶はマジック用の道具だろうな。もしかしたら凶器の可能性も。全然わかんないぞ。やっぱりここは旅人に任せるぜ。少女失踪事件ってこんなに。あの物音、オイラたちも聞いたよな。出入り口のとこからはショーが見えない。オイラだったらきっと我慢できず、箱が2層構造になってたのか。だからこれはあいつらにしかできないマジックだ。3人目はいないけど、オイラもマカロンは3つしか食べてないぞ。マジックのためにわざわざ地下に道を掘るなんて、すごい手間がかかってるな。あの大きさ、オイラなら問題ないけど。
つが？私が見落とした可能性もあるだろうか。リネのマジックは摩訶不思議だと言われているが、種を見るとまあそんなもんかという感じだな。分野が違えば事情も全く異なってきますよ。彼は自信過剰かもしれませんね。あちこち見て回ってくれていいぞ。真実を追い求めるってことで俺たちの目的は一致しているからな。今後もしホールジーさんを見つけたら必ず警察隊に連絡を入れてくれ。